皆さんこんばんは。おいしいけば今週もよろしくお願いします。千葉さん今週もよろしくお願いします。さあ今週も先週に引き続きまして素敵なゲストの方と一緒に予想していきます。競馬を愛する令和最高の美ボディこと雪平梨沙さんです。よろしくお願いします。なんか最近めっちゃ当たってるみたいな。そうなんですよ、ね、でもちょっとあの大声で言いづらいんですけど、うん、完全に勘であの勝てて一緒なのに当たんない。まあ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 、うん、そのなんか勘で勝って当たるとかなんちゅうんだろう、今いろんな人的に回しましたよきっと。そうなんですよ今時代の風雲児ってこと、ね、そうだからちょっとなかなか SNS では予想を上げてなくて、うん、勘で勝ってるんで、はいはい、結構みんなに突っ込まれますね。なんで予想上げないんだって。えどんぐらい勝ってるんですか。あでもあの先週、うん、先週じゃなくてあの東京、うん、東京新聞杯も当てましたね。え、はい、当たったんだ。そう、単勝と副賞で当たりました。わ、はい、ウィンカーネリアン、ウィンカーネリアン、はい、ウィンカーネリアンだけ私何も考えてなかった。ウィンカーネリアンだけ外しちゃってました、うんうん、やられたぜ。やられた、ね、ウィンカーネリアン、なんか隣で東京新聞杯見てるときに、うん、あのウィンカーネリアンだけ外してる人が横にいて見てたんですけど、うん、おじさんね、うん、なんでだよって言ってました。めちゃくちゃ気持ち入ってた。あまあ気持ちはわかります。2番でしたよね、ウィンカーネリアン、ね、うちが内訳でしたね、はい、なんで2番が来ちゃうんだよ。怖あのね、まあ僕あのなんか長くやってて競馬で、まあ、負けてね腹が立たないわけでもないんですけど、うん、まあ基本的にこう勝った自分が悪いっていうふうに思うようにしてるんで、うんうん、いいマインドですね、うんうん、なんかだってまあ勝つ馬もちゃんと走ってる人、それ勝ってる人もいるわけですでね、うん、なんかこれ俺買った俺が悪いなみたいな風にすると、まあ、じゃあ次はまあみたいな感じになるんで、うん、なんかその人は、ね、ちゃんと波ウールを外さずに入れてたんですよね、うん、で多分そのウィンカーネリアンさえ入れてれば3連単当たってたんですよ、うん、あなるほどね、そうそう配当も結構つくじゃないですか、うんうんうん、まあまあよかったですね、なんでだよってその場でそのなんていうんですか、馬券バンって捨ててて私見ちゃいました、うん、あ残念だったな。はいはい、あのちゃんとゴミ箱に捨てないとダメですよ。ダメですよね、うん、そうあーって思いながら結構、はい、結構かけてましたね。それはなんでだよって言いたくなるなって思ったからね、はい、見てました。さあでは予想に参りましょう、はい、最初のコーナーは穴馬未来予想、はい。競馬の枠順が決まるのはレースの週の直前の金曜日です、うん、この収録はレース開催の1週間前ですので、うん、出走予定馬がまだ確定していない状態です。だからこそあえて馬券に絡みそうな穴馬を紹介するコーナーとなっています、はい、さあ今回予想するのが中山記念ですけれども、中山記念ですね、どんなレースですか。中山記念ね、これどんなレース感が全くちょっと思いつかない、うん、まあまあ伝統の G2 ではあるんですけど、で一応大阪杯の、まあ、ステップ扱いではあるんですけど、ここで活躍すると大阪杯でも期待ができるとかいうレースでもないんですよね、うん、そうなんだ。むしろねこう、まあ、香港とかもそうですし、まあ、ドバイとかもそうですし、こう安田記念とか、まあ、ちょっとこう先のマイルから中距離ぐらいのレースを目指すような馬がステップというか、まあ一回叩いていくというか使っとくみたいなレースであると同時に、なんかね中山記念って校舎を見やすくて、うん、あそれはまた来たなこいつみたいな馬がよく来るレースではありますね。去年はパンサーラッサーを勝ちました、はい、でその後ねドバイで、そうだ、ジバが勝つような、そこでなんかこうより名前が知られるような感じですね。そうですね、で去年の天皇賞のイクイノックスとの、うん、まあまあ名勝負というか好勝負があったりしたんで、うんうん、まあああいうこう先につながる馬っていうのもいますし、なんだ例えば、まあ、ローエングリーなんかってそうだったんですけど、走ってああダメだなダメだなダメだなって中山記念来てもう終わったかなと思ったらまた勝つみたいな、そういう感じの後者みたいなのもいるんですよね、あじゃあポットで映画が勝っちゃうレースでもあるし、勝ったことでそこを弾みにしてどんどん上り詰めていくっていう馬もいるみたいな、うん、そうですね、割となんかそういう意味では、まあ、幅広くて、実際ねいい
まあ、これ頃合いのいい G2 ではあるんで、いろんなタイプが出てて面白いレースではあるんですけどね。うん、キラさんはどうですか、中山記念なんかイメージあったりしますか。ないんですけど、ないんですけど、ないんですけど、めちゃくちゃ正直でいいと思う。まただ、まあ、あのそういうレースなんですよ。そうなんですよ。具体的になんか、例えばあの思い出の中山記念とか言われると、まあ、僕とかはありますけど、結構困る人多いんじゃないかなっていう。じゃあ改めて出走予定の馬、ある程度出てますので、はい、あえて馬券に絡みそうな馬を紹介していきたいと思いますけど、これどうですか、内枠外枠有利はどっちが有利とか。まだまあ枠順も決まってないですね。まあその開幕週なんで、うちの方が有利っていうのはまあ一つあるんですけど、ただね、中山の芝自体がわりかしこう客室分布による展開依存が大きくて、逃げ前有利の馬が、まあ、前有利の流れだと前がダダッと流れ込むんですけど、もう完全な前潰れになって、開幕週でも、差しが決まったりとか、なんていうかね、自分から動ける馬、こう相手が動いてからさあ動こうじゃなくて、もう行くぜみたいな感じで動くタイプの馬がいい競馬場なんで、具体的に言うとね、最内と大外とかはね、成績いいんですよ実際。まあ、動きやすいですね。そう動きやすいっていう意味で、最内と大外みたいなのは枠的なプラスで言うとそこら辺になりますね。どうですか、雪平さん、この中でなんかこういいなと思う馬。このメンバーで見たら、まあ、シンプルに考えて G1 馬もいますし、シュネルマイスターとか、スタニングローズとか、ダノンザキット、まあ、なんか実力で言えば上位なんじゃないかなと思うんですけど、このバシュロ騎手、バシュロフランスのね、はどうなんですかね。うまいですね。うまいです、うまいです。まあ結構うまいです、はい、で本人日本に気に入ってますし、なんていうんですかね、こうヨーロッパの若手、まあ、ワシロもまあ若手に一応入るかな、こう新しくヨーロッパの騎手が来た時って、何が大事って、こう、まあ、もともと向こうでうまいジョッキー連れてくるわけですから、もうある程度本当は乗れるのはみんな乗れるんですけど、日本にアジャストできるかどうかが大事で、まあまあバシロもアジャストしてる方じゃないですかね。あからさまにうまかったマーカンドとかとほどではないかもしれないですけど、まあでも水準以上かなとは、思います。なんか意外に勝ちきれてないんで、むしろ人気薄で2着みたいなイメージで勝っていいんじゃないかなっていう。シュネルマイスター乗り代わりですよね。もともと誰が乗ってたんですか。シュネルマイスターはね、いろんな人が乗る馬ですね。はい、ルメールも乗ってましたし、そうですよね、ルメールさんね、横山武が乗ったりとか、シュネルマイスターは、まあ、多分ここを使って安田記念だと思います。もしかしたら、香港とかかもしれないですね。その先を考えてるってなると、ここでバキバキに仕上げてくるっていうよりは、そうですね、次のっていう、はい、基本的にはもう、今年指導っていう、指導戦っていうイメージが強くなります。これで、G1 馬に関しては基本的に全部そうですね。じゃあ私が気になるのは、武豊さんどうですか、この豊さん、ドブラ乗るんですね、藤田さんの、まあそうですね、それこそここでいいレースするようだったら、まあね、春も時間も見えてくるかなという感じではありますよね。前走の白富士 S でサリエラにちょっとひねられちゃったんで、援助も一押しが欲しいところですけどね。あとはやっぱ松山ジョッキー、私はもうこの番組でお世話になってから気になってるので、松山ジョッキーが乗るヒッシーグアス、ヒッシーグアスね、去年一昨年か、今年ヒッシーガス松山が勝ってますね。さあ、ここからは千葉さんにランキングでお伝えしていただこうと思います。まず第5位、はい、5位、これね、頭数あんま多くなさそうなんですけど、いいメンバーなんですよね。いや、そうですよね。そう、数数えて、これ入んねえのみたいな馬が結構いて、でこれ第5位はね、ダノンザキットですかね。おー、ここで、まあ、去年ね、一番人気だったんですよ、このレースで、で、まあ7着で、ただそのこの夏からね、夏に関脇に使ってから、若干一皮むけた感があるんですよね。まあ、もともと言うても G1 馬なんで、一皮むけたも二皮むけたもないんですけど、ただ一時期低迷してたのが、もう G1 でも、まあハイレベルの G1 でも構想できるぐらいになってますんで、まあ、そう、まあ指導戦で去年負けてるレースなんでね、そんなこう強気にはいけないですけど、
まあ、まあまあまあその抑えとかかなみたいな感じですかね、うんうん、では第4位は、4位はねラーグルフにしました。ラーグルフ、あ菅原、うん、明ジョッキーの、はいはい、菅原明ジョッキーが乗る予定ですね。これはまあ、中山金杯勝った、うん、あまあ、モーリス・サンクなんてね、まあ多分まあこうこれ見てるようなちょっと詳しい人だったらなんかモーリスやっぱ中山よねみたいな感触はあると思うんですよね。その中山向きのモーリス・サンクかなという感じで、ピリッとした足ないんですけど自分から動くようなこうまあ押して押していけばいいやつ使うタイプですね。まあ、中山記念とかちょっとぴったりっぽい感じはするんですよね。では第3位、第3位はスタニングローズ。もうここで、うん、まあエリザベス女王杯はね、道悪かなに14着で、まあ、ボロ負けしちゃったんですけど、そんなにね、だから気にしなくてもいいかなっていう。でこのままね、すごい切れるとかそういうんじゃないんですよ。なんかねレースがすごい上手なんですよね。センスがいいというか鞍上がこう動いてほしいっていうとそれにちゃんと従ってくれるというか、ピッチ走法で小足は使えるタイプなんで操縦性がいいというようなタイプで、まあ中山記念はそういう馬の方がまあ向いてるかなという感じですね。では第2位は、2位はソーバリアント。ほう、はい、横山武史ジョッキー。そうですね、武史ジョッキーの予定ですね。これねソーバリアントっちゅう、まあまあその3歳の時にこうチャレンジカップ勝った時、翌年これちょっと G1 でおそらく活躍するだろうって言われてたら、ちょあんま順調に使えなくて、うん、で、去年の末にまたチャレンジカップ勝って改めてって感じなんですよね、うん、今年こそというか、まあそんなにこう競走馬のピークなんて長くないですから、うん、今年ここ使って、まあ、大阪杯なのか安田記念なのか宝塚なのか分かんないですけど、どこぞでちょっと G1 にチャレンジしたいだろうというような、まあ、それだけの期待もかかってるだろうなという馬ですね。では、まあ、中山、まあちなみにその中山って基本的に東京で走れなくても中山では走れるみたいなタイプがいたりするんで、まあ、そのあたりはちょっと、まあ、気にしといてほしいなという感じです。では第1位は、はい、1位はねヒシイグアス。あれ松山ジョッキーの、うん、まあそうですね、松山ジョッキーのというか、まあ、ヒシイグアス自体は一昨年の勝ち馬で、うん、さっきも言いましたけどこのレースってリピーターレースなんですよね、うんうん、1回走った馬が何度も走る。でヒシイグアスもそうなんですけど正直ね、もう今更ヒシイグアスがこの後どっかで G1 勝つっていうのは、まあ、あんまり簡単ではないです。ただこのレースに関してはそういう風に1回走って、でもう年齢はねもう7歳になってるんですけど、そういうその純粋なスピードとか時計が問われるようなレースでもないので、キャリアで、もう一度みたいなのがまあまああるレースだし、実際ね2勝以上してる馬が結構多いんですよね、なんかまあそういう意味でこの7月今年だからといってじゃあそんなに人気するかって言ったらそんなでもないはずなので、うん、まあそこそこはね人気しますけど、今年いいメンバーなんでね、うん、若い馬のいいメンバーが揃ってる時ってばらける、そうばらける、うん、実績のある高齢馬っていうのはどうしてもちょっとその次になっちゃうんです。競馬ってやっぱ基本的に若い方から売れるんで、そういう意味では7月は非常にこうチャンス、まあ、馬券的にも、まあ、自身もそうですけどチャンスカードかなという感じですね。うん、さあということでランキングを聞いてですね、皆さんはどう感じたでしょうか、うんうん、ぜひですね皆さんこちらの予想をもとに中山記念チャレンジしてみてください、はい、さあ続いてそんな中山記念に関係する話題を千葉さんに教えていただきます、はい、競馬に恋した君を沼に沈める一丁目このコーナーは競馬記者の千葉さんから競馬の面白さを教わって、うん、競馬の沼に沈んでいくというコーナーになっています、うん、今回のテーマは、そうですね、はい、まあ、この今週の開催から春のって言ってるのか分かんないですけど、まあ、でも春の中山ですね、うん、まあ、花粉も飛んでますから春ですね。そう春ですよでも立春も過ぎてますから春ですよ、はい、で、なんていうんですかね、癖のあるこう競馬場なんですね、中山自体が。癖のある競馬場の癖のある時期なのですよ、うんうん、寒い時からだんだんとこう春に向かって、うんうん、3歳馬はこうクラシックが始まっていくし、小馬もまあその玄関期休んでた馬が帰ってきたりするっていうような、まあ、癖のある時期なので、まあ、
だからといって特別な、ものすごい特別なこう攻略法があるわけじゃないんですけど、まあこの話、なんかこのコーナーって基本的に僕が読山話してるだけじゃないですか、うんうん、もうちょっとこう馬券に役に立つ話もしようかなっていう、うんうんうん、はい、そういう馬券にも役立つ話もしてくれる時ありますけどね。今回はそのもうちょっと特化してうん、うん、あ、千馬たまにいいこと言うなみたいな、あ、いうふうに思ってほしい。お、うん、じゃあいいこと言ってください今。はい、頑張ります。はい、まずその春の中山、何がどうあれなんですか。そうですね、あのね、まあ実はね、こう令和ちか平成の頃と今の令和の競馬ってちょっと変わってて、うん、昔ね東京と中山ってもっとこう走る走らないが極端だったんですよね、うんうん、東京ではめっちゃ走るけど中山全然ダメとか、中山では全めっちゃ走るけど東京全然ダメみたいな馬が多く存在したんですけど、今ね中山の芝がその昔ほどこう力いられる馬場じゃなくなって、割とそれは近くなってきたんですけど、それでもね、東京でちょっと足りなかった馬を中山で買うみたいな、いわゆる出し入れで、成績表としてはあんまり良くないわけです。例えば6、7とかが並んで、うん、東京で6、7だった馬が、その馬が中山に変わったら変わる、戻っ構想するみたいなパターンを、いやなんだかんだやっぱ掴むべきこうコースだと思うんですよね。なんで春なんですか。あのね、その時期的にこう、まあ、さっき言ったようにちょっと帰ってくる馬とかね、玄関期休んでて、中山とかを目標に帰ってくる馬が結構いるんで、こう具体的にね、こう割とこの春の中山走ってんなみたいなものもね、まあ詳しく見てる人だとね、まあなんとか思いつくと思うんですけど、でもちろんね、春の中山っていうのは今からいろいろないろんなことが当てはまるんですけど、じゃあ春の東京とか秋の中山とか秋の東京もそれぞれちゃんとポイントがある感じですね。共通点というよりはちょっと特化して覚えておいた方が、あ、今年も春の中山来たなと思ってこう馬券買うのが楽しくなる。うん、なったことあります。うん、でも中山校舎というよりか、私もいつもコースで見るときは騎手とかあと血統とかで見たりもするので、うん、今回で言うと、うん、まあ、この出走予定の中の馬だと中山校舎っていうのはどの馬と騎手になるんですかね。まあそうね、中山校舎で言うと、でもまあ、あの実際重賞勝ってるシーグアスとかはそうですよね、うん、あとはあの中山だとやたら走る湘南マグマとか、うん、湘南マグマとか東京行くともう全然一戦目らないんですけど、うん、まあ、言い方あれですね、本当走らないんですけど、あの中山だと持っちゃうみたいなところはありますね。それはこう馬として特徴はどんな特徴なんですか。とね、中山校舎の、基本的に東京ってやっぱあの今特に芝ね、芝のレースだと33秒台とかの前半の足を使えるかどうかっていうのが大きなポイントになるんですね、中のマイル以上のレースって。で、物理的にそういうのが苦手な馬っていうのもやっぱいるんですよ、馬体の骨格とか作りとか走り方とかで、うん、でそういうので、あとその早めに動かして、だんだんとエンジンがかかっていくタイプっていうのは、中山の方がレースしやすいっていうタイプが多いんです。その辺はね、うん、あのまあ、詳しい人ならパドックとか見てこう、この下骨がどうだとか気候がどうだとか骨格がどうだとかいうので分かる人もいますけど、まあ、そんなことより成績見て、うん、今まで中山で走ったことがあるかとか、東京では成績悪かったけどその前中山走った時はどうかみたいな、うん、そういうのを見ていく方がまあ効果的だと思いますね、うん、で特に春の中山というか、まあ、12月まで割引年まで中山使って、その後東京あの1月までもまた中山使って、で東京があってまた中山戻ってくるんですけど、うん、そんなにだから馬場がね、もう抜群に回復してるわけじゃないんですよね、ちょっと感覚が少ないんで休みの、で、自力型で動ける馬が多いっていうんで、特に芝のレースなんかだとそのまあがっつり自分で逃げる馬とか、もう明らかに早めに動いていく自力タイプの馬みたいなのが、来やすいというような傾向はありますね。東京だとね、それをね一呼吸待たなきゃいけない。でそれでやっぱ馬のタイプにもよるし、あとジョッキーとかその調教の仕方とかにも多分だいぶ影響はあると思いますね。これって馬にももちろんその後者はいると思いますけど、はい、ジョッキーにもいるんですか。ジョッキーはもういますね。もうはっきりと中山うまいのは横山武史ジョッキーですね。へー、
福山武史ジョッキーとかはもう見てて、中野うめえなっていう感じの乗り方をしてますね。いや結局自分から動くんですよ。さっき言ってましたもんね、内枠か外枠、大外か大内左内、ね、の中でも、うん、最初に動ける方が強い。そう、でそういう意味ではその辺の勘どころみたいなのをしっかり掴んでる。意外とだから外国人騎手も、まあ、もちろんルメールでも勝つんですけど、それを、まあ、封じるっていうような言い方 したいですね。そういう乗り方をするのが横山武史ジョッキーとか、あと、まあ純粋に成績だけ見たら横山武史ジョッキーなんですけど、馬券的狙いでいうと田辺ジョッキーとか戸崎ジョッキーとかの方が、まあ、配当的には美味しいこと多いんじゃないですかね。横山武史ジョッキーとかもう中山前のもう有名なんで、ちょっと奇襲れもしちゃうんですよね。田辺ジョッキーとかはそこまでじゃないと思うんで、ちょっと狙い目かなっていう。ちなみにダートだとね、石橋周ジョッキーがねやったらうまいんですよね、これ。だから中山のダート千二とかもうなんていうんですかね、ちょっと若干サイコロ感があるんですよ。で一番こう展開がドンピシャでハマった馬がパーンと突き抜けることあるんですけど、そういうのも明らかに狙ってんじゃないかなみたいな、ここで一呼吸待つとかここで押すみたいなののタイミングを取るのが石橋ジョッキーすごい上手な感じがしますね、特に千二ダートで。いやそうやって考えるとちゃんと見なきゃなと思いますよね。そうですね、そうなんです、でね、これは今、まあ、言うたら あれですね、ジョッキーの話ですよね。他にもね、その中山で狙うべきみたいな、ところがあって、これね多分今どうなんかな、もうちゃんと調べてる人は分かってるでしょうけど、血統で言うとハーツクライサンクって、もう はっきり中山のが狙いなんですよね。DC はそうなんですけど、イルーシブパンサーっていうのはもう、まあ、ちょっと前のこう一流ハーツくらいですごいキレラス使うんですよ、で多分世間の普通に血統をちょっとかじってるぐらいだとハーツくらい東京向きっていうイメージあると思うんですよね、まあ、ちょっといいやつ使うのが多いんで。でも実際にはね、こう芝馬ってこうだんだんと、いわゆる本流の芝馬こそ、そのお父さんが芝馬が年取ってくるとね、まあ、活躍の幅が広がると同時にちょっとね、まあ、全体的に周辺にこう王道からちょっとずれていくところの活躍が増えるんですよ。それはどの大志望も大体そうで、ディープですらそうだったんで、ハーツクライも、まあ、東京向きでバンバン走る馬みたいなのがいた頃に比べると今はもう中山とか、あと昔に比べてダート馬がすごい増えてるんで、その辺はね、これ変な話なんですよね、その DNA 的には同じはずなんですけど、若かろうが年取ってようが、ただ明らかに活力というか、まあ周囲との関係もあるかもしれないですけど、その繁殖牝馬の質とかもあるかもしれないですけど、シボバっていうのは年取るとこう活躍のがちょっと王道からずれていく、まあ、もちろん王道で走る馬もいるんですけど、今回なんか今までいうハーツくらいとかは明らかに中山の方が今は多分いいですね。でロードカナロアサンクっていう、まあこれが千里の芝でロードカナロアを買うのはまあもちろん当然そうなんですけど、中山はもう全体的に中山芝はもうロードカナロアめっちゃ走るんで、とりあえず見たら気にしとけみたいなところで、例えばまあディープが走るって言ったってそれはどこでも走るじゃんっていうなるんですけど、中山だからちょっと上積みするっていうんで言うとロードカナロアとかハーツクライっていうのはそこまでみんな意識してないはずなんで、ちょっとまあこの馬券の価値負けみたいなのを分けるようなところはありますね。今回はねロードカナロア3区いないんですけども、スタンディングローズみたいなキングカメハメハ3区とかそのトーラスジェミニが出てきたらあれキングズベストっていう、まあ、全部同列の同じキングマンボ系なんですけど、その辺ね、まあ、このキングマンボ系に関してはもともと中山良かったんですが、ちょっと、まあ、前走が例えばどこどこで負けたけど中山に来てっていう意味ではプラスに考えてもいいかなと、まあ、トーラスジェミニとかまあはっきり中山校舎ですしね、なんで、そういうようなこう、まあ、ジョッキーであるとかそこ、これね厩舎まで行くとねなかなか難しいんですけど、ただその厩舎まで行くと難しいけど、まあまあジョッキーとか血統ぐらいは、でもね僕らぐらいの長くやってると、まあ、例えば春の中山って言ったら鳳凰エミズって言って帰ってくるぐらい、まあ、よく走る馬がいるんですけど、でそのねそのなんか毎年この馬走ってんなみたいなのになんかね気づいちゃうんですよ。で鳳凰エミズっていう馬とか、あとりあえず春の中山でこの馬見たら買っとけみたいな、ところは正直ありますね。なんで、その辺は今年はちょっとまあ出てくるかどうかちょっと知らないですけど、全然
今パッと思い浮かんだフレーズなんで、具体的にどこどこに使うとかいうのは正直ないんですけど、そういうようなあまあもういるんで、あとねあの春の中山品系みたいなのがときめきってもあげるんですけど、うん、ちょっといい名前じゃないですか、かわいい、かわいいですね、ときめき、ときめきっていう馬がオーシャンステックス使うかな、使ってくればちょっと面白いかなと思うんです。それもね、あの近親全体で春の中山走るんですよ。春の中山っていつまでを春の中山って言うの？東京始まるまで言っていいんじゃないですかね。じゃあ皆さんその東京始まるまでの間にですね、そう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 、いろいろあのハーツクライ買ったりであるとか、うん、田辺買ったりであるとかで楽しんでほしいなっていう感じですね、うんうん、ぜひ皆さんやってみてください。千葉さんありがとうございました。さあということで、あっという間にエンディングの時間となりましたけど、雪平さんいかがでしたか？はい、春の中山と、あと中山校舎について教えていただいたので、うん、もうぜひ馬券にそれを絡めて、ね、はい、あの参考にして買いたいなと思いました、ね、ハーツクライと田辺さん、はい、あもうそうそう、ハーツクライと田辺で覚えておくだけでも、うん、あの条件級あたりだと全然違う感じになると思いますね。まあ、で要は人気 のディープだとか なんだとかに、エフィアネーだとかにちょっと人気薄のその辺は混ぜとけば、ボックスで買っとけばなんとなく引っかかるみたいなこともあるんで、あの誰もがね2時間も3時間もこう前の日から検討できるわけじゃないじゃないですか、ちょっとインスタントな予想の仕方もちょっと覚えておいてもいいかもしれないですね。さあそして最後にゆきらさん何かお知らせがあれば。はい、私の SNS をインスタグラムとツイッターでお仕事の情報を発信してますので、ぜひ皆さんフォローしてください。してください。そして中山記念のレース展開や買い目など詳しい情報については枠順確定後にですね、ロガールブログで詳しく公開をいたします。ぜひそちらもご覧ください。さあということで雪平さん2週にわたってありがとうございました、はい、ぜひまた番組に、ね、遊びに来てもらって、はい、はい、実は私たちすごい仲良しなんで、はいね、そうそう、なんかご飯行ったりしたんですよね。そう、実はね、この実はこのかちゃんと3人で、はい、仲良しなんですよね。俺らあの僕も番組あの某スタッフとね一緒に飯食いに行きましたよ、千葉さんね。あのそれで言うと、もう千葉さんいつ休んでもらっても全然構わない、3人で番組ね、はい、できるよね、はいはいはい、まあそうですね、一安心ですね、これね。ということでぜひね、みんなでロケも行ければなと思っています。さあ今日もご覧いただきましてありがとうございました。それでは皆さん良い週末を、さよなら。